今回は、1980年代に、大ブームとなった、家庭用ゲーム機、ファミコンの開発物語を、ご案内します。懐かしいね、ファミコン。ファミコンは、今のプレイステーションや Xbox などの、家庭用ゲーム市場を、作ったと言えるほどの、名機だよね。実は今回のご案内は、ファミコンの CPU についてなんだ。ファミコンの CPU。 なんか、マニアだね。実は、1970年代の、8ビット CPU を勉強していたら、たびたび、6502という、CPU が登場するんだよ。6502?1970年代は、インテルの 80K と言われる CPU と、モトローラーの 68K と言われる CPU が、2強として、競争していた時代なんだ。その時代に開発された、6502という CPU が、後に、Apple や PC エンジン、ファミコンに、採用されていることを知ったんだよ。ところが、6502は、モトローラーの68系統みたいなんだけど、モトローラーが、開発したのではなく、モステクノロジーという会社が、開発したものなんだ。モステクノロジー。しかも、ファミコンに搭載されている CPU は、日本のメーカーである、理工製の6502を、カスタマイズしたものなんだ。ファミコンの CPU の正式名称は、理工 2A03 と呼ぶらしいんだ。モトローラーの 68K が、ルーツの、モステクノロジーで開発された、日本の理工が製造した CPU が、ファミコンに搭載されている。そうなんだ。理工って CPU を製造しているの？謎だね。しかも、ファミコンを開発した、任天堂と同流経緯で、CPU を製造することになったのか、知りたくなったんだよ。ということで、今回は、ファミコン CPU 開発物語と、6502のルーツをご案内します。1981年、任天堂。ファミコンの開発は、任天堂の開発2部の、部長だった。上村さんのところへ、社長の山内さんからの電話で始まるんだ。当時、任天堂はゲームウォッチのヒットで急成長。しかし、上村部長が担当する開発2部は、商品開発した業務用ゲームの失敗で、仕事がなかったんだ。上村部長は、新しい商品開発を模索しているところだった。はい、上村です。山内社長ですか？上村くんか。ゲームウォッチの人気もそろそろしたりや。新しいヒット商品を探さにゃならん頃や。次はテレビゲームや、それを君のところでやらんか。え？上村くん、今君、暇やろ。はい、わかりました。こうして、山内社長からの鶴の一声が、ファミコン開発の引き金となったんだ。開発部の上村部長。テレビゲームか。どうやって作ろう？1980年代前後に、海外では、家庭用ゲーム機の、アタリ、VCS が大ヒットしていた。そして、任天堂では、1981年に、自社開発した、アーケード用ゲームのドンキーコングが、大ヒットしていたんだ。それで、上村部長は、考えた。そうだ、業務用に開発したドンキーコングがある。あれを、家でも遊べるようにできんかな。アメリカでは、家庭用ゲーム機が売れている。我が社でも、家庭用ゲーム機を作れないかな。まずは、電子メーカーに作れるか聞いてみよう。
そして、上村部長は、テレビゲーム開発に協力してくれる電子メーカーを、探したんだ。そして、すべて断られてしまった。当時、電子メーカーにとっては、電子機器開発の実績が、乏しい、任天堂からの、家庭用ゲーム機の開発依頼には、前向きではなかったんだ。そんなある日、つるるるるる、つるるるるる、つるるるるる。なに、リコーさんから電話？リコー。いつもお世話になっております。実は、大阪府池田市に半導体工場を作ったのですが、暇なんです。半導体で何か作りませんか？リコーは1981年に大阪に70億円をかけてカスタム IC 専用工場を建設したんだ。だけど、なかなか受注が取れず、工場の稼働率が 10% 程度になっていたんだ。暇だったんだね。リコーは、工場の稼働率を上げるため、受注できそうな取引先を探していたんだ。それで、リコーから任天堂に電話があったんだね。リコーは、上村部長の、家庭用ゲーム機作りに、前向きだった。任天堂さん、一緒に家庭用ゲーム機を、作りましょう。リコーとの協力体制で、家庭用ゲーム機の開発めどができた。任天堂開発部は、上村部長リーダーのもと、1982年6月に、ファミコンの開発に着手する。開発コード名は、ガメコム。ガメコム？ガメナ？ゲームコムで、ガメコムみたいです。そして、いよいよ、ファミコンの CPU 選定が、始まるんだ。任天堂、ファミコン CPU 選定会議。上村部長。我が社の家庭用ゲーム機は、業務用のドンキーコングを、家で遊べるようにしたいんだ。何かいい半導体あるかな？やはり、8ビットの CPU がいいですよ。開発しやすいのは、8088か、Z80 あたりの、インテルの80系統がいいです。特に、Z80 は、価格も安いし、開発もしやすいですよ。Z80 か。1982年当時、CPU 業界は、16ビット CPU の時代に入っていたんだ。インテルの CPU は、G086 や、モトローラーの68000などが、パソコンに採用されていたんだ。そして、1世代前の8ビット CPU は、価格が安くなり、業務用の電子機器や家庭用ゲーム機、アーケードゲームにも、利用されるようになっていたんだ。ゲーム業界では、インテルの8088や、ザイログ社の Z80 が、ゲーム開発でよく利用されていたんだ。任天堂の社内でも、ザイログ社の Z80 で、業務用ゲームなどを開発していたんだ。それで、社内では Z80 を、支持する社員が多かったんだね。任天堂とリコーの打ち合わせ。リコーさん。社内では、Z80 が開発しやすいと、言ってますよ。Z80 ですか。確かに、いい CPU です。それでは、6502は、どうでしょう。6502？ 実は、アメリカのロックウェルから、6502のライセンスを獲得できそうなんです。6502は、Z80 より価格が安いですし、さらに、チップ面積は Z80 の4分の1になりますよ。残り4分の3に好きな回路を入れられます。それに、Z80 は、ザイログ社の製品ですので、ライセンス交渉に時間がかかりそうです。そうですか。うーむ。
6502ねえ。任天堂、社内会議。6502ですか？6502なんか、触ったことないですよ。Z80 向けの開発ツールなら、社内にたくさんありますけど。6502って、どうやって開発するんです？ Z80 にしましょうよ。Z80 ならすぐ開発できます。当時、日本では、CPU6502 はあまり普及していなかったんだ。でも、海外では高速、低価格な CPU として、人気があったんだけどね。上村部長、考え中。確かに、我々の目的は、業務用ドンキーコングを、家でも遊べるようにすることだ。ドンキーコングは、80K で開発されているから。移植するには、80K の CPU を、採用した方が、妥当ではある。部下たちが、進めるのもわかるのだが。しかし、80K を入手するには、ライセンス契約から始めなければならない。開発が、予定より1年以上長くなる可能性がある。それに引き換え、6502は、リコーさんが、すぐに製造可能だ。しかも、価格が安い、チップ面積が小さいということは、さらに価格を抑えることができる。それに、他社から真似を、されないためには、国内であまり普及していない CPU の方がいい。よし、6502に決めよう。任天堂開発チーム。CPU6502 の、テスト検証。上村部長。どうしても、6502にしたいんだよ。6502で、テスト検証してみないか？そこまで、言われるなら、テストしてみましょう。ガキガキガキ、ガキガキガキ、ガキガキガキ。あれ？この CPU 使えるかもしれませんよ。画像用プロセッサとの相性がすごくいいです。開発ツールを準備する必要がありますが、いけそうです。こうして、上村部長は、開発スタッフの説得にも、成功し、CPU26502 を、採用することが決まったんだ。後に、上村部長の決断が、ファミコンを大成功に導くんだ。CPU6502 を、採用したことにより、他社にない高性能で、しかも2万円以下の家庭用ゲーム機器を、作ることができたんだ。また、ライバルのおもちゃメーカーが、ファミコンの CPU を突き止めるのに、ファミコン発売から1年以上かかってしまう。その後、ファミコンは、日本で2000万台、海外で4000万台、合計台数6000万台出荷されるという、大ヒット商品になるんだ。すごい。今回は、ここまで。次回は、CPU6502 の、誕生、についてご案内します。ご視聴ありがとうございました。